ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日は癖になるうまさ、落花生の炊き込みご飯を作りました。旬の落花生は香り抜群。この時期だけの美味しい落花生ご飯、味わいましょう。1、9月終わりから11月が落花生の収穫期、美味しい旬を食べましょう。2、いった落花生は日頃よく口にしますが、掘りたての落花生の塩茹では格別です。3、殻付きで茹でるときは 3% の塩水で30分以上茹でますが、炊き込みご飯なら手軽に美味しく食べることができます。4、炊き込みご飯をムラなくふっくら炊くコツ。5、落花生が甘くほっくり絶妙な塩加減。6、合わせることで彩りと香りがグレードアップ。以上6つのポイントをお伝えします。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。基本的に毎週土曜日夜8時公開予定です。今回のレシピは山梨日々新聞の毎日レシピに掲載されたものです。材料はこちらです。材料2合分、米2合、落花生殻付き 250g、 正味 100g、 水2カップ、めんつゆ大さじ1、塩小さじ1/2、三つ葉いりごま適量。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。 Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずは米を洗う。米を洗うときは1回目の洗米でぬか臭さが移らないように1度目はさっと洗います。白く濁るまでゆっくり洗っているとぬか臭さが米に入ってしまいますので、1回目2回目はさっと。水が白く濁らなくなるまで何度も洗いすぎるとお米の栄養がなくなってしまうので、お顔のお手入れと一緒で洗いすぎには注意しましょう。今回はさっと4回洗って水につけて30分置きます。洗ったばかりのお米がこのように半透明になっています。後ほど30分後も見てみましょう。次に三つ葉をカットする。三つ葉は基本的水栽培されているのでこのまま使えます。気になる方はさっと洗ってください。根元の部分を切り離しました。小さな容器に入れて水を張って置いておくともう一度楽しむことができます。三つ葉は茎の部分も葉の部分も 2,3 センチの長さにカットしておきます。こちらは炊き上がりに混ぜ込むのとトッピングに使うので取り分けておきましょう。乾燥しないようにラップをかけて保存しておきます。落花生の殻を剥く。土付きの落花生はよく洗い、水切りをして殻を剥きます。この時落花生の薄い皮まで剥かなくても大丈夫です。ここから10倍速で見てみましょう。水切りして乾かしておくと案外剥きやすいので、この量だったら5分ぐらいで剥くことができました。米の浸水30分後を見てみましょう。半透明だったお米も水を吸水してこのように白くなっています。ちゃんと吸水してから味付けをしないとご飯がボソボソになるので気をつけましょう。炊飯器または土鍋でご飯を炊く。水の分量は2合で2カップですが、新米の時は大さじ2杯引いてください。新米は水分量が多いので水分量を調整するとちょうどよく炊けます。味付けの調味料を加えます。料理酒大さじ1、これはなかったら加えなくても大丈夫。今回はお手軽なめんつゆ大さじ1、塩小さじ1/2。ここで調味料をざっくりと混ぜ合わせておきます。最後に落花生を加えます。落花生は混ぜ込まずにご飯の上に乗せて炊くことでご飯の炊きムラを防ぐことができます。つい混ぜたくなっちゃいますが、落花生の上に出た米がムラになるのでやめましょう。土鍋を火にかけます。炊飯器の場合も普通モードでご飯を炊いてください。土鍋だと強火で火にかけてから10分で炊き上がりました。勢いよく蒸気が出てきたら完成です。火を止めてこのまま15分蒸らします。炊飯器の場合も炊き上がったら蒸らします。蒸らし上がりがこちらです。早速中を見てみましょう。美味しそうに炊き上がってますね。
通常は 3% の塩水で30分以上茹でなければなりませんが、炊き込みご飯ならご飯と一緒に炊けるので手間なしです。仕上げに香りの良い煎りごまと三つ葉を加えてさっと混ぜます。最後にトッピングでも使うので少し取っといてくださいね。さっと混ぜ合わせて、これで出来上がり。盛り付けてみましょう。ちょっと贅沢に落花生がゴロゴロ入っていますよ。最後に少し取っておいた三つ葉を乗せて、煎りごまを散らして完成です。香り抜群の生の落花生から作った炊き込みご飯、三つ葉とごまの香りも加わって、さらに美味しさグレードアップです。テイスティング、落花生の炊き込みご飯、試食してみたいと思います。はい、落花生がねゴロゴロしてますよ。ではいただきます。おい、の香りがね、噛むとふわっと口の中に広がります。と一緒にこのごまの香りと水葉の香りがまた爽やかに効いています。落花生は茹でていないので噛み応えがあってね、これは口の中が楽しい食感です。栗ご飯とかさつまいもご飯とはまたちょっと違う秋の楽しみの一つになるんじゃないでしょうか。ぜひお試しください。ありがとうございました。冷めても美味しいのでおにぎりもおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。あなたのいいねやコメントが励みになります。よろしくお願いします。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、 TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。